ビコンシャスパラダイス。こんばんは、ビコンシャスパラダイスのお時間です。この番組は東京と沖縄県宜野湾市でビューティースクールを運営しております、ビコンシャスグループ秋トータルビューティースクールがお届けいたします。番組についてご説明させていただきます。番組前半のコーナーはビコンショップビコンシャス一押しの美容や健康に関するアイテムをご紹介させていただきます。ご紹介させていただく商品はすべてビコンシャスのネットショップビコンショップからご購入いただけます。もちろんビコンシャス全店でも販売させていただいております。サロンにもぜひ遊びに来てくださいね。それから番組後半には秋トータルビューティースクールのスクール情報や美容師免許取得情報、またビコンシャス沖縄宜野湾店のおすすめメニュー、ワンポイントアドバイスなど盛りだくさんで楽しくお伝えしていきたいと思います。本日も最後までお楽しみください。FM ギノワンではユーストリームでも映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることもできますので、そちらからもお楽しみください。本日の放送も私秋先生が沖縄不在中に代わりに番組を担当します。ビコンシャス沖縄ギノワン店店長のまさみです。皆さんに分かりやすく楽しんでいただけるように一生懸命番組を盛り上げてまいりますので、応援をお願いいたします。ビコンシャスは Facebook ページも随時更新中です。ビコンシャスグループの Facebook ページにもぜひ遊びに来てください。いいねをいただいた方には、もれなく無料メンバー登録の QR コードを送らせていただきます。ご登録いただくと、ビコンシャスよりなんとリンパマッサージを1回無料でプレゼントさせていただきます。足裏からふくらはぎがパンパンにむくんでいたり、首筋から肩にかけてすごく重く感じている方や、体の疲れがなかなか取れない方など、凝り固まった筋肉をしっかりほぐし、滞っている老廃物を流していきます。コース後はお体もすごく軽くなりますよ。お客様にも結構体が軽くなっただとか、足のむくみが取れたと言っていただけています。ぜひ皆さんもこの機会にビコンシャスのリンパマッサージを受けてください。こちらの無料メンバー制度はなんと秋トータルビューティースクールの特別講習にもご利用いただけます。ぜひたくさんのいいねをお願いいたします。ビコンシャスグループでご検索ください。それではここで一曲お届けいたします。ビコンシャスのテーマソングです。グルービングパパゴンでビコンシャスパラダイス。ビコンシャスパラダイス、プラチナライフ、キーちゃん
ビューティースクール。まつげエクステ、フェイシャル、ボディエステ、ジェルネイルなどなど、トータルで美容を学ぶなら秋トータルビューティースクール。美容師免許もバックアップ、秋トータルビューティースクールで検索。ピピ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 ヒルズ通りからこんにちは。ピピ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 なんくるないさでほら行こう。きのワンワンきのワンワン、うん、FM きのワン。秋トータルビューティースクール。まつげエクステ、フェイシャル、ボディエステ、ジェルネイルなどなど、トータルで美容を学ぶなら秋トータルビューティースクール。美容師免許もバックアップ、秋トータルビューティースクールで検索。美婚ショップ、ショップのお時間です。このコーナーでは秋先生がセレクトした美婚シャツグループ一押しの商品をご紹介させていただきます。6月一押しの商品はこちら、美容業界向けパーマ、シャンプー、スタイリング剤などの製造や販売を行っているウェルミーからの商品、ポアソヘアドレッシングです。傷んでパサついた髪にツヤと滑らかな指通りを与え、まとまりのいいヘアスタイルに整えてくれます。さらに紫外線から髪を守り、ヘアカラーの退色を防ぐ、洗い流さないトリートメントになっております。ポアソヘアドレッシング、髪に対してとても嬉しい効果や働きをしてくれますので、一つずつご紹介していきたいと思います。まず一つ目、髪の毛の UV カットをしてくれます。紫外線に長時間当たると頭皮も日焼けを起こし、毛髪内部にあるメラニン、これは毛髪を黒くしている色素のことなんですが、こちらも分解してしまいます。キューティクルが剥がれやすくなり、水分が減少し、髪のパサつき、ゴワつきの原因になってしまいます。またヘアカラー後の髪は防御機能が低下して、紫外線からの影響を受けやすくなってしまいます。2つ目、退色を防ぎます。紫外線は季節によって強弱はあっても年中降り注いでおります。髪にダメージを与え、ツヤを失い、色味の変化、退色を早めるなど、さまざまなトラブルを引き起こしてしまいます。毛髪の退色は紫外線を浴びた時間や強さに比例します。3つ目、枝毛・切れ毛防止の効果があります。串通りのいいサラサラな髪にしてくれます。パーマヘアでもまとまりのある髪にして、枝毛・切れ毛を防いでくれます。サラサラでまとまりのある綺麗な髪は女性ならとても憧れますよね。しかしふと髪の毛を見たら、枝毛や切れ毛がある、いつの間にできたんだろう、こんな経験ありませんか？気づかないうちにできた枝毛や切れ毛を発見してしまうと結構ショックですよね。
しかも一度見つけてしまうと気になってついつい探してしまいますよね。枝毛を毛先を切ってもすぐに枝毛になってしまうという悩みを抱えている方も多いと思います。枝毛とはそもそもどういう状態を言うのか。髪の毛の中には必要な水分が貯蓄されています。この水分を保護するのがキューティクルと呼ばれる外壁なのですが、髪が傷んでくるとこのキューティクルが剥がれてきてしまいます。この髪の毛の表面を覆っている鱗状のキューティクルが剥がれることで枝毛が発生します。外部からの刺激によってキューティクルが剥がされてしまうと髪の毛の内部の水分が流出します。水分を失った髪の毛は裂けやすくなり枝毛となって現れるのです。キューティクルが剥がれるとダメージを受けたキューティクルから5センチくらいの水分量は減少してしまいます。そのため枝毛ができた部分をカットしても切った上の部分がまた枝毛になってしまうのです。健康そうに見えても枝毛のできた髪の毛はダメージが進行しています。また強い紫外線は髪内部のタンパク質やアミノ酸がしっかり結びついて強度を保っている構造も切断してしまい、このダメージによっても切れ毛や枝毛が増えてしまうと言われております。特にこれからの季節は紫外線もどんどん強くなってきます。髪はお顔の5倍以上もの紫外線の影響を受けているのだそうです。しかしお肌に比べると髪の毛の紫外線対策をしている方は少ないのではないでしょうか。髪の毛には自己回復力がないので、一度ダメージを受けてしまうと元の健康な髪の状態に戻りにくくなってしまいますので、予防です。お顔はもちろん髪もしっかりと UV 対策をしてあげたいですね。ポアソヘアドレッシングは使いやすい洗い流さないトリートメントです。毎日のシャンプー後、タオルドライした髪またはドライヤーで乾かした髪に薄くつけてください。髪のキューティクルを整え、滑らかな手触り、ツヤ、まとまりのいいヘアスタイルに整えてくれます。そして紫外線から髪を守り、ヘアカラーの退色を防いでくれる優秀な商品です。ビコンシャスでも人気の商品で、ビコンショップ、ネット販売でもリピーター続出です。まとめ買いのお客様も多数いらっしゃいます。ビコンシャスのホームページの新着情報から FM ギノワンビコンショップを毎回更新させていただきます。 FM ギノワンビコンショップでご紹介させていただく商品は随時こちらに掲載されます。過去のご紹介商品もビコンシャスホームページ内ビコンショップのバナーがございますので、そちらからご購入いただけます。ポアソヘアドレッシング、料金は税込み1200円です。ご注文はビコンシャスで検索して新着情報からお入りください。髪の表情も変わるポアソヘアドレッシング、
ぜひお試しください。皆様のご注文お待ちしております。秋トータルビューティースクール、まつげエクステ、フェイシャル、ボディエステ、ジェルネイルなどなど、トータルで美容を学ぶなら秋トータルビューティースクール。美容師免許もバックアップ、秋トータルビューティースクールで。ポポ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 ヒルズ通りから、こんにちは。ポポ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 なんくるないさで、ほら行こう。きのワンワン、きのワンワン、ウエフエフ、きのワン。秋トータルビューティースクール、まつげエクステ、フェイシャル、ボディエステ、ジェルネイルなどなど、トータルで美容を学ぶなら秋トータルビューティースクール。美容師免許もバックアップ、秋トータルビューティースクールで検索。はい、番組も後半になりました。後半は秋トータルビューティースクールのスクール情報や美容師免許取得情報、またピコンシャス、キノワン店のおすすめメニュー、ワンポイントアドバイスなどお伝えするコーナーです。まず秋トータルビューティースクールのスクール情報についてのご案内です。8月の美容師実技試験に向けてマンツーマン講習が続々とスタートしております。お申し込みは NA4-のホームページからお願いいたします。国家試験教材も格安に販売しております。カットウィッグからロット、ペーパーまで全て揃っております。こちらの商品もビコンショップでお買い求めいただけます。特に衛生セットは大人気です。7月の秋トータルビューティースクール沖縄開校日は9日から12日になっております。秋トータルビューティースクールはその名の通りトータルに美容を学べます。生徒様のご希望に応じて学びたいコースを学びたいだけお選びいただけるスクールです。美容師実技試験に向けてマンツーマンで指導してもらいたい方や、基礎から技術を学びたい、独立して自分のサロンを持ちたい方など、ぜひ一度スクールに足をお運びください。さて本日のワンポイントアドバイスは、以前にも少しお話ししましたが、湿気が多い梅雨時期の梅雨肌対策についてお話ししたいと思います。今日も結構湿気が高いんですけど、湿気が高くてベタつく時期にお肌もベタベタになりますよね。湿気が高くなれば多少肌がベタつくのは仕方ないとしても、メイクが崩れやすくなるのは嫌ですよね。梅雨の時期は肌トラブルが起きやすくなる季節。いつもより丁寧なスキンケアが必要なのです。職場や家では梅雨の時期から除湿のためにエアコンを使い始める方も多いと思います。室内はさらっと快適になるのですが、お肌にとっては乾燥するのであまり良くはないのです。お肌は乾燥すると皮脂を出してなんとか潤いを取り戻そうとしますが、水分が足りてないので潤っているというよりはベタベタな状態です。そしてそこに外の湿度がプラスされるので、
肌の内側は乾燥しているのに外はベタベタという梅雨肌ができてしまうのです。またお肌の表面では汗と皮脂が混ざって皮脂膜になります。お肌を守る大切なものですが、皮脂が多すぎると毛穴が詰まるなどの肌トラブルの原因にもなります。過剰な皮脂が毛穴に詰まったままになると皮脂が酸化する、雑菌も繁殖するなどのトラブルが起きてお肌が痒くなってしまいます。汗も皮脂も増える梅雨の時期特有のトラブルかもしれませんね。梅雨時期の肌トラブルや湿度の高い時期でもテカリ知らずなお肌を目指す梅雨肌対策は、何といっても一番大切なのは保湿になります。お肌の潤いが足りないので、それを補おうとして皮脂がどんどん出てきてしまうのです。水分を与えずに皮脂だけ取り除こうとしても余計に皮脂が出るだけです。皮脂を取る前にはまず保湿です。お肌への水分補給が何より大切になります。そして洗顔のしすぎにも気をつけてください。皮脂を落とそうと何度も洗ったりするのは逆効果になります。梅雨の時期はだいたい1ヶ月から1ヶ月半くらいですが、この時期は特に丁寧なスキンケアが必要な時期です。短い時期なので油断しているとそのダメージが1年ごとに蓄積されて5年後、10年後に大きな差となって現れます。日々のお手入れ次第でお肌は綺麗になりますから、普段よりもお肌をいたわるようにケアしてください。保湿ケア、毛穴汚れのケアとしてビコンシャスのフェイシャルエステのご来店もお待ちしております。お試しエステは2000円です。ビコンシャスキノワン店での一番人気のコースのご紹介をしたいと思います。いろいろなエステを受けてみたい方、お顔やボディまでトータルでケアされたい方におすすめのコースです。定額トータルコースです。コース内容はフェイシャル、キャビテーション、岩盤デトックス、まつげカールと、コース内容もとても充実しております。また夏に向けてボディコースをご希望されるお客様も増えております。それぞれお試しエステは2000円となっております。さて、あっという間の30分でした。ビコンシャスパラダイスは月1回の秋先生の生放送と、毎週月曜のビコンシャス沖縄宜野湾店店長のまさみの生放送でお送りしております。ビコンシャスの情報はオフィシャルサイトをご覧ください。ビコンシャスの美は美しい感じ、コンシャスはカタカナでご検索ください。 TW ログも毎日更新中です。メニューについてなどもアップされております。ビコンシャス沖縄宜野湾店でご検索ください。お相手はビコンシャス沖縄宜野湾店店長のまさみでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。